はい、お疲れ様です。山です。ゴーストワイヤー東京を続けやっていきます。じゃあ、また神社戻ってきたんですけど、矢をちょっと補充しておきたくて、あったよね。ああ、意外とある。5本。うん、いいか。で、あとは、報告してなかったよね。鬼の。おとなしいやつだったろ。信じてもらえて嬉しいよ。ありがとう。なんか いい話だよね。なんか全体的にね。メイン以外がね、いい話ですね。これ前見たね。で、次なんですけど、一旦ちょっと戻って、サブミッション。まあ、いろいろあるんですけども、まあ、やんないんですけど、これね、例えば、アジトにね、心霊写真のね、ミッションがあるんですよね。見えないんですけど、まあ、神社で供養しきれない、なんだっけ、払いきれない心霊写真をどうにかしてくれっていうね、のを KK が請け負って、でも KK やられちゃったから、アキト君がやるっていうミッションなんですけど、それがちょっとまあ、びっくり要素満載でもないか。写真の裏を確認するっていうね、操作があるんですけど、それでちょっとビビるかなっていうぐらいです。まあ、それやんないんでいいんですけど、これやろうか。で、これ一応まあ、なんだろうな、敵は出てこないと思うんですけど、まあ、屋内なんでね、ラブホの 屋内でね、ちょっとやるミッションなんで、ちょっと不気味かなということで、まあ、3、4分飛ばしてくださいみたいになるかもね。あとね、これマップでわかるんですけど、このエリア内に、地蔵があと2つあって、勾玉も1個、狸も2ついますよっていうね、あるんで、まあ、探すね。参考になればいいですね。で、ここね、最初払った社ですよね。ここまで来て、サイドミッションのあるとこに行きましょうっていう。ここね。で、前よりも探知はできるから、なんかわかんないかな。一旦上に行きたくなるんだけどね。いいや。ラブホに行こう。さあ、ラブホ着いた。このホテル、4階だけ構造が変なんだよな。どんなとこから入ってくんの、これ。もうこれ正規のルートじゃないけども、あ、ここから降りてくるんだ。営業中。はい。さあ、これもそんな長くはないと思う。まあ、3、4分ですね。昔、ここの修繕工事を請け負ったことがあるんだ。その時、どうしても4階が1部屋少なかったんだよね。オーナーにそのことを問い合わせたんだけど、連絡がつかなかったんだよ。後から聞いた話だと、そのオーナー、そのまま行方不明になったらしいんだ。なんか気持ち悪い話だろ。まあ、怖い人のために言っておくと、4階のある一室が塞がれてるんですよね。塗り壁によってね。で、塗り壁自体が、壁と同化してるんで探さなきゃいけないっていうミッションですね。はい。まあ、そこまで怖くはないけど、一応まあ、不気味なミッションとしてね。はい。じゃあ行きますね。敵いるわ。問題のフロアは4階だったな。なんでこんなところ入ってるんだろう。いたわ。何しに来たんだ、お前。ね、入って速攻って聞いたね。スイカ。スイカ。差し入れかな。さあ、敵いますか？敵はいません。なんかあるけど。
おかしなところがないか調べてみようぜ。うん。立ち入り禁止。監視カメラ。非常口。で、問題の場所は、なんか言ってんな。あそこですね。この壁、妙だな。ね。お月様大きい。ね、本当は多分扉があったのに塞がれてるっていうね。で、ここを調べると、霊視でね。あ、妖怪？塗り壁か。こいつが部屋を隠していたのか。うん。みっちみっちに詰まってます。部屋の中はどうなってる？はい。ウィーンって、あ、絵だ。妙なものがあるな。うん。歌麿？歌間？の浮世絵。はい。あ、歌麿って読むんだ。あの一文字でマロなんだね。歌川歌麿。はい。で、男の書き残し。家だと家族の邪魔が入るので、しばらくここに絵を置いて鑑賞することにする。あ、今の絵？はい。これで彼女のことをずっと見ていられる。こうしているとさまつなこともすべて忘れられる。いつかこのホテルも売り払って、彼女と旅に出よう。まあ、眠ってしまったようだ。それにドアがなくなっている。壁しかない。どういうことだ？出られないぞ。まあいい。ここなら私と彼女の二人だけでいられる。いつまでもここにいよう。塗り壁に閉じ込められちまったんだな。まあ、こいつは閉じ込められて本望だったみたいだけどな。絵の中の女の人に恋をしてたんだろうね。閉じ込められたけどまあいいやみたいな。まあいいやとはならんでしょ。はい。まあ以上ですね。でよか。あ、どうも。塗り壁っていう妖怪の仕業だったよ。オーナーの行方不明もそれが原因だった。妖怪の仕業？それじゃあ俺にはわからないわけだけど、いろいろ謎が解けてよかったよ。うん。はい、妖怪のせいですね。だいたい妖怪のせい。はい。で、ここは前さ、猫がいて、気分悪いって言ってた猫いたよね。そのすぐ横をユニコーンに登った。上はいけないか。そうなんだよね。天狗がいれば。どうしようか。ここでやることは、猫がいた。猫は大量にいるんですよね。あ！猫らしい。招き猫もいるね。どこだ？あ？どこに行った？敵もいるわ。あ、ちょっと待って。やべ、こっち来てた。あぶね。あ、これか。はい。どうしようか。あ。どんとこい世界終末、ここにもあるんだ。はい。さあ、じゃあ次は、一旦もめ見に行こうか。で、あと、ここのお賽銭ちょっと、見て。うん。境内の、ん？これなんだっけ？あ。で、ここの、お賽銭。あるじゃないですか。5000円ってなんだ？あー、百鬼夜行。これはね、やんなくていい。今はね。あの、ボスラッシュですね。やったら、報酬いくらかもらえるんですけど、マガタもあったかな？まあ、いいか、今は、でもだいぶ辛いんで、するで。で、いっぱいあるんで、どうしようか。探し物。お金欲しいよね。マガタも欲しいし。
これかな。うん。まだ戦えそうだ。うん。で、分かったはず。はず。どう探し物のね、この範囲内のだと思うんですけど。え、分かった？これ？あ、これか。フィルム式のカメラ。とある猟奇殺人鬼に関係してるらしい。嫌なんだけど。しかそこにマンションあったよね。なんかマンションの部屋の一室がなんか汚れてたよね。の裏か。あ、違うわ。マンションではなかった。普通に落ち、なんでここに占いの報酬かな。あ、なんだ。ああ。ええー。まあ、取ったからといって、アキト君に何かが起こるわけではないです。ねえ、聞いて、今、公園の、家の近くの公園。公園の方で声がするから見に来たら、みんなパンダの遊具を見て怖がってる。誰も乗ってないのに、パンダが激しく揺れてるのよ。本当よ。風かなと思ったんだけど、風なんて全然吹いてない。霧がすごい出てきたし、他の人もおかしいって騒ぎ始めてて。ん？ああ。ん？これなんだ？緑の線なんだ？多分サブミッションのラインだと思う。姿勢がいいね。よし。お食べ。慌てずに食べな。うん。はい。このワンちゃんの、まあ、宝物ですよね。で、あともう一個近くにあったよね。これ取るか。エリマキトカゲのフィギュア。それいるかな？取れる。エリマキトカゲのフィギュア。帰りたい。うん。帰ってもらって。フィギュア。これ、あの、家の中だな。一旦するでしょうか。あの家ね、ちょっとサブミッションやりたくないんだよね。あるんですけど。すげえ汚ねんだよね。帰りたい。なんか虫が湧いてるというかね。ゴミ屋敷になってて、なんとかしてください系のミッションだと思うんですけど、めちゃくちゃ汚いんで、実況ではやらないですね。さあ、あれかな？ちょ、これ取っといて。よし。場所は、さっき言った神社の、神社あれですね。まあ、回ってきて、で、そこは禁足地ですね。の、ここ。で、この上とかね、ちょっと危ないんで、やっぱ。ね、てるてる坊主いないか見ておいて。ぱっと見大丈夫そうだけど。行こうか。近づけば OK なんだけど。あ。でっかい招き猫が。いいね。結構お金貯まってんじゃない今。まだ上か？ここから上行ける？あっちの天狗に繋ぐべきだったかな。あっちから、お茶、取れない。おお、怖いな。何してんのこいつ、ここで。キセル、ああ、孵化してたんだ。なんだこりゃ。ああ。喧嘩キセル。喧嘩に使うものもいたようだ。硬いから？それ来た。うん。じゃあ、どこだ？ミッションが始まんないんだけど。KK、あそこ
嫌がった。一旦揉めぬやつめ。あいつはこっちを気にしていない。あとは動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。どっち行くの？どっち行くにしても多分こっちではないのか。あっち？早っ。早っ。すぐぶつかったね。使わせてもらうよ。うん。やっぱエリア的にここはまだ簡単な方なのかな。うん。あそこやってみる？ちょっとね、マカタマ集めたくて、あと2つなんですよね。で、このエリアにあと3つあるっぽいんで、ちょっと取りたくって、で、このエリアの端っこにマーキングしてね、行ってみてるんですけどもね、あれね。で、汚れがあるっぽいんでやってみようか。ちょっと遠いな。お金も回収しつつ。で、てるてる坊主もちょっと警戒しつつ。うん。大丈夫かな？はい。で、あれか。直で行くのやめとく？ちょっと怖いな。敵めっちゃいるわ。めっちゃいますね。ワンチャン。危ない。ワンチャンこれそのままいけるな。どこにあれがあるかだけど、多分ね、火でやれるんですよ、ね。結構で、ここに遮蔽物あるじゃないですか。それ使えば。めっちゃ来てんな。それやれんな。くそ。バレたね。やるじゃねえか。待てよ、数が多いな。これ使うか。で、どうか。なかなか援護がわざったいな。速攻だ。こいつやっとけばとりあえず OK。 こっ OK。 忌ましい奴らだぜ。ね。で、マガタマはなかったと。なんだろうな。ミッション出さないとダメかな。かもね。一旦じゃあ前行こうか。まあ、サブミッションとか、マップにその行った場面とか、ああいうのが出たらまあ、また会える感じで。ちょっと待って。普通にいたわ。ただあいつはそんな面倒でもないかな。これでいけるんだ。でいけるかな。あそこの幽霊復活してんな。ん？いや違うのあれ。あ、
場、また別の墓場か。いっぱいあるね。なんだこれ。あれはどうしようか。まあ、スルーでいいかな。あれ取るか。ねえ、まあてるてる坊主もいるんですけど、基本はやっぱこういう上を行った方がね安全なんで、ね、敵の位置も把握しやすいしね、いいかなと思ってますけども。今どこだ。この子を目指すか。音を愛する猫だ。敵いるな。おっさんだけかな。だけだね。うまくやるじゃないか。強いよね。これで助けられる。で、あの赤い桜はサブミッションですね。これか。血を吸う桜ね。はい。まあ、これは今やんなくてもいいか。って結構スルーしてるね。サブミッションとかあるんで、どっかでやんないとなぁとは思ってるんですけど、やっぱ、天狗が先かな？どこだ？下か。で、ここになんかなかったっけな。ここでなんか来た気がするんすけど、サブミッションかな？別に。どうも。はい。あ、結構持ってた。神楽鈴、三味線、風鈴、ホラガイ。9800円。2200円。少ないな。9400円。で、まだ9万か。お金ねえな。おお。見た。かわいいね。さあ、どうしようか。前、あれやるか。できる。黒い。危な。あれ壊すか。あ。でね、できればこのエリア入るまでに、マガタも集めたかったんですけどね。まあ、なんとかなるか。うん。まあ、なんとかなると思う。次回ですかね。このエリアっていうか、ちょっとね、むずくはないと思う。うん。まあ、またなんかあるんでね。見ていこうか。一旦安全な、コンビニで、終わりますね。はい。ありがとうございました。